イングビルド・ディラは、ノルウェー出身イギリス在住の女優である。十代後半、メディアによる産業開発と社会変動収支取得のためにイギリスに渡ったが、卒業後再び演技、特に映画に焦点を当てる。以来いくつかの長編映画、短編映画、演劇、ミュージックビデオ及び CM で主演した。ハリウッドへの進出は、2015年公開の映画、アベンジャーズ、 エイジ・オブ・ウルトロンで省略を得た後に2016年公開の映画ロング・ワン・スター・ウォーズ・ストーリーのレイア姫として出演した。これは1977年の映画スター・ウォーズ・エピソード4新たなる希望でレイア姫を演じたキャリー・フィッシャーの当時の画像をモーションキャプチャーで顔の部分だけ再現し合成したものである。インビルドは 出身地域の北欧発音の日本語表記では、イングビルと表記することが通例であるが、活動圏である、イギリス、英語発音の日本語表記のイングビルドで紹介されることが多く、ここでもそれに準じる。インビルドデーラバイオグラフィー、IMDB ハットフィッシュビメオ。ありがとうございます。